はい、どうも、田中浩司です。今日はですね、老後、年金以外で2000万ないと、暮らしていけないみたいなね、そんな話の報告書をまとめた局長、水木局長がですね、まあ、いわゆる辞任をね、されて、まあ、定年を理由に辞任をされたんですけど、まあ、いろんなね、話がこう渦巻いてるんですけど、まあ今日はね、まあそういう話は、まあその中の話はわかんないんでね、あれなんですけど、これ日本のね、この悪い風潮をこう出してるなみたいな、それがね、よくわかるような話で、まあね、こう、まあ僕も自分で調べた限りでは、まあ本当のことを報告書でまとめたら、まあ、首に追い込まれましたみたいな書かれてたんですけど、まあ、麻生さん自身もね、テレビでそういう発言をしてたんで、まあ、俺は首ではないんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、その三井局長自身が、もしかしたら、もう俺辞めなきゃいけないみたいな風なね、感じに、自分で思って辞めた可能性もある。なんか、それがね、日本のこう闇だなと思ってて、それ政府とか政治だけじゃなくて、なんかね、日本にはさ、暗黙の了解みたいな言葉、あるじゃないですか。なんかそういうね、その、これは黙っときゃいいんだみたいな。こんな、そんな本当のこと言わなくていいんだよみたいなね。そういう風潮があって。いや、あれね、もう時代はね、どんどん変わってて、もう本当に嘘をつかずに、素直に真面目にやってきた人が、これからバカを見ない、世の中にもうなりつつあると思ってるの。ね、もうすぐさらされるから。だから、そういうね、そのまだ、こう、日本人って、新しいものとか、新しい時代みたいなの、なかなか受け入れにくいところあるじゃないですか。新しいもの入ってきたら、だいたい批判から入る人が多いから。そういう、まあ、マスコミとかもそうですけど、そういうね、その情報操作とか過去の事例にとらわれて、まあ、過ぎてる人がね、まあ、やっぱ多いのが、まあ、日本人の気質なのかなっていうところはね、すごくね、思うところがあって、うん、当たり前ってね、今こう現代で言われてるものでも、それって、過去にできた、それが今の当たり前になってるだけの話で、それな、その当たり前ってずんとこう変わっていくわけですよ。これね、音楽でも、そうなんですけど、例えばこう、ね、今までだとこう、CD メジャーデビューして、まあ、それが、まあいい、テレビに出て、っていうのが、まあね、そういう感じで売れていくみたいな感じだったんですけど、最近でもこうやって SNS がすごく発達して、別に一人でも売れようと思えばできるわけなんですけど、まあそうやってやってるとね、その SNS 頑張ってるやつ、イコール音楽は頑張ってないやつみたいなね、風潮が今できつつあって、いや、それを言ってる人って大体 SNS は何もしてない人が多かったりするんですけど、SNS ってこう自分のやってる音楽とかもすぐ人に伝えることができるし、売れてなくてもね、そっからこうバズってね、人にたくさん聞いてもらえたりもするし、やっぱり、ね、その音楽しか頑張ってないやつが偉いみたいな風潮っていうのはもうもはやその過去の産物なんですよね。そういう人もね、結構たくさんいるんですけど、まあこれはね、まあ日本人の気質っていうか、まあ悪い風習みたいな、ところはすごく思うところがありますね。その今回のその年金のね、この三井局長が辞任したみたいなところも、その企業とかもそうじゃないですか。この別にそんなこと言わなくていいんだよみたいな。でも言った方がいいこともたくさんあったりして、でもそれ言わないと、で、ね、事実なんだから、その、もう、ダメだって時に言われても、もう遅いわけだし、まあ、嘘ついてね、頑張ってないやつがね、こう、ちやほやされるよりかは、まあ、これからは、まあ、そういうね、こう、かわして生きてた人もいたんだと思うんだけど、これからはね、多分無理だと思う。ちゃんと、本当にそれこそ、素直に真面目に頑張ってきた人が、報われる世界に、俺は絶対なると思う。もう、ほとんど確信してる。すぐ悪いことすると、すぐツイッターにね、上がってくるんでね。うん、だから、まあ、僕はね、その音楽の、それもそうですけど、いろんな表現をね、見てもらえる、その世界になって、本当にいいなとは思ってますね。だから、誰が偉いって言うと、だからもう両方頑張ってる奴が偉いんだと思う。うん。だからもう両方やってみないとわかんないしね。結局ね、面白いもんで、両方ね、こういろいろ経験してない人ほどいろいろ言いたがんのよね。
それもね、良くない。だからそういう人のことだから老害って言うじゃん。うん。まあ、自分たちの時代のことの話とかすげえするやん。いや、それもちろんいいものって、もう何もしなくてもずっと残るのよ。だから、ほっといても残るから、ね、それで、どんどん、あの時代はこうだった、あの時はこうだったのにな、あれなくなったよねって、なくなったってことは、もう今の時代には必要ないってことだから。結局、それをちゃんと理解できてないっていうのは、ちょっとやっぱ問題ありますよね。それをこう、まあ、一つの考えとしては別に構わないんですけど、やっぱ時代はずっと生き物だから、うん、そこを、やっぱ理解して、若い子たちがね、例えば頑張ってて、俺らの時代と違うんだみたいな、よく話あるじゃないですか。でも実際にまだそういう人もたくさんいると思いますし、僕はね、本当そういうのに理解をやっぱ示してあげたいし、いや、理解を示すべきだと思うしね、うん。だから、若い子に今何やってるのとか、まあそういうのも聞いたりして、自分も実際にそれやってみたりとか、すると結構やっぱ新しい発見もあったりしてね、自分のためにもなるんですよね。だからまあそういうね、まあこの日本の空気感っていうんですかね、今変わりつつあるからね、かなり、まあごちゃ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 してるんですけど、うん、まあいい風にはなるんじゃないかなと、思います。ネットがね、発達して、まあネット良くないみたいなね、風潮もありましたけど、いや僕はネットが発達して一番何が良かったかっていうと、嘘をついたやつはすぐバレるっていうこと。うん。それか、だけかなというふうには思いました。それが、だけっていうか、それが一番良かったこと。うん。だから、ね、まあ、頭固い人もたくさんいるけども、まあ、いろいろとね、やってみて初めて気づくことも僕はたくさんありましたね。はい。今日はそういう、まあ、日本のね、そういう風潮の話を、したいと思って、話してみました。田中浩二でした。